はい、どうもゆめちゃんねるみです。さあやってまいりました、全40種アイスクリームにトッピングしていこうのコーナーです。はい、今回はねパート4、4回目になりますね。前回はね海苔の佃煮がちょっとねって感じでしたけど、今回はどうなるんでしょう。もちろん今回もね結構攻めたトッピングをしていきますので、ぜひ見てください。それでは早速やっていきましょう。はい、もう紹介するまでもないですね。今回もレディーボーデンのバニラアイスを使っていきます。ではまず今日最初にトッピングするのはこちらです。ででん、チーズそのチーズちゃうわ、犬の方じゃなくてとろけるチーズの方ですね。チーズは絶対ある、間違いない。というわけでね、まずはチーズをトッピングしてみようと思います。ちょっとレンチンしてね、ドロドロにしてからトッピングしてみようと思います。じゃあレンチンしてみます。父さんがくれたあの眼差し。はい、というわけでチーズ溶かしてきました。もうこれだけで美味しそう。ではレディーボーデンをでい、そしてここにチーズ、いやーうまそう。でい、オッケー、これはうまそうだ。それじゃあチーズをトッピングしたアイスいただきます。チーズ多かった、完全にチーズにアイスが負けてる。あーなるほどね、チーズちょっとでいいですね。ちょっともう一回やります。いやチーズってやっぱうまいな。ちょうどねチーズちょっと余ってるんでね、これぐらいで多分ちょうどいいと思います。こんなもんですね。これを乗っけて、じゃあもう一回いきます。いただきます。うん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 、これは合うわ。いや美味しいよこれ。なんかレアチーズケーキのアイスみたいなやつもあるもんね。うん、アイスとチーズはめちゃくちゃ相性良かったです。よし、じゃあ次行きましょう。次はででん、タバスコ。あーやっちゃってるよこれ。前回もねあのキムチやって失敗してるんですよ。でね、あの辛いのと甘いのは合わんと、そういう結果が出ているにもかかわらずやっていく。あーもう絶対まずいもんな。まあでもね検証なんでね、これはね、もしかしたら美味しいかもしれないじゃないですか。いや案外美味しいかもしれないな。まあやってみるしかないんですよこういうのはね。じゃあいきますよ。ピッ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 、あー食べます。あん、うーん、うーん、なんだこれ、あ、辛っ。おー、あのね最初食べた瞬間全然ねタバスコの味しなかったんですよ。アイスの味が勝ってて、あれと思ったんですよ。全然辛くないやと思って、普通にアイスじゃんと思って、で食べてたらね途中からグワッとタバスコ出てきて、甘い辛いっていう。うわーこれはきついね。はい、予想通りタバスコは泡がまがいんだ、甘なすぎてカミカミやな。はい、どんどんいきましょう。では次のトッピングはこちら、ででーん、塩昆布。出ました、しょっぱい系ですね。これは合うんじゃないですか、まあ、言うて昆布茶が合ってるんでね、これはまあまず間違いなく大丈夫でしょう。ではバニラアイスを入れて、おっと、ここでついにレディーボーデン一箱なくなりました。18個目のトッピングですね。
ってことは2つ以上使うのか。はい、ここに塩昆布ちょっと。はい、なんか見た目がわけわかんないですね。それじゃあいただきます。もう一回やっていいですか。いや、なんかね、ちょっと待って、新しいの開封しますね。ピロン。いや、なんかね、ちょっとあの味がしたな。気のせいか。すいませんね、何のことか分かんないと思いますけど、ちょっと食べてから説明します。いきます。いや、これちょっと発見かも。まずね、まあ美味しいんですよ。ただなんかね、こう食べてる途中から後半にかけてね、コーヒーみたいな味になるんですよ。バニラアイスとコーヒー混ざったら、それってもうティラミスじゃないですか。なんかね、一瞬ティラミスっぽいんですよね。でもかなり味の濃いティラミス。これ俺だけなのかな。ちょっとこれ皆さんやってみてください。もう一回いいっすか。なんだろう、なんかね、一瞬こうグッとコーヒーっぽい味になるところがあるんですよ。なんかね、かなり最後の方にちょっとね、コーヒーっぽくなる地点があるんですよね。いやー、これちょっと皆さんにも試してもらいたい。もし試したよって人いたらコメントくれると嬉しいです。いやー、これ俺だけなのかな。はい、なんか今回いつもより楽しいぞ。 OK、 じゃあ次行きましょう。じゃあ今日4つ目のトッピングですね。次のトッピングはこちら。ピディーン。何これ。すいません、これ生姜でーす。マジ何なのかわからんな、これ。はい、4つ目のトッピングは生姜です。生姜アイスって確かありますよね。生姜とアイス合うと思うんですよね。早速やっていきましょう。結構ね、アイスも溶けてきちゃってるんで、よいしょ、急がないと。で、ここに生姜を、これもう学びました、入れすぎ注意ですね。ちょっと脇にちょっとつけて、いいっすね、いいっすね。はい、食べるときにつけるスタイルでいきます。ではこの生姜をのせて、いただきます。これめちゃくちゃうまいわ。生姜とアイスいいね。なんかね、大人のバニラアイスって感じ。やっぱ調べたら生姜アイスってありますもんね。じゃあ美味しいわけだ。なんか今日めちゃくちゃいい感じ。やったと思うでしょ。最後のやつね、やーべーんだ。では本日最後のトッピングいきましょう。最後のトッピングはこちら。でで、麻婆豆腐。そうなんです、今日の晩ご飯麻婆豆腐なんでね、これをトッピングしちゃいます。はい、じゃあ麻婆豆腐をこちらへよそって、ここにアイスをトッピングすると。てかこれもうもはや麻婆豆腐にアイストッピングしてるよね。まあ細かいことは気にせず食べていきましょう。今日ラストのトッピング、麻婆豆腐、いただきます。すごい量になっちまった。なんかめちゃくちゃマイルドな麻婆豆腐になった。マイルド豆腐、なんかね、例えるなら超甘口麻婆豆腐って感じ。まあね、決して合わないわけではないです。あ、ちなみに麻婆豆腐はね、中辛なんですよ。もう中辛が超甘口になりましたね。合わないことはないんですけど、
あえて麻婆豆腐を甘くする意味はないかなって感じかな。もしかしたらね、麻婆豆腐めちゃくちゃ甘いのが好きな人もいるかもしれないから、そういう人はね、いいかもしれない。いるのかな。けど俺はいいかな。やっぱ麻婆豆腐は辛い方が美味しいですね。はい、というわけで今日も5種類トッピングを試しみました。個人的にはね、今日は結構良かったんじゃないかなと思います。んー、でもね、やっぱタバスコはちょっといかんですね。もうなんか口の中がパニックでした。それ以外はまあ意外と良かったんじゃないかなと思います。特にね、塩昆布はね、誰かやってみてください。はい、というわけでね、今日で20種類のトッピングが終わって、ついにね、折り返しましたね。あと20種類かー、なるなー。もうね、何をトッピングするかはね、決まってるんですけど、もちろんね、全部やったことないトッピングなんでね、まあ楽しみですね。そしてまあ怖いですね。まあでもこういうのはね、楽しんでもの勝ちなんでね、美味しくてもまずくても楽しんでいきましょう。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。